動画だって写真にしたいを簡単に、スマホ動画も写真プリント。お子様の運動会、かわいいペット、アクティビティの様子など、スマートフォンでの動画撮影増えていませんか？スマホに保存したまま SNS にアップするだけではもったいない。無料アプリプレイフォト、アプリのダウンロード画面からプレイフォトで検索。動画から静止画切り出しの機能を活用して写真プリントができます。はじめに動画から切り出すボタンをタッチ、プリントしたい動画を選択します。ここで使い方のコツを紹介。動画の範囲を狭めるといいシーンを切り出せる。はじめに動画の範囲を狭めましょう。再生ボタンを押して切り出したいシーンが入っているかを確認。動画の範囲が狭ければ狭いほどベストショットが切り出しやすくなります。次へボタンを押すと、選択した範囲内で30カットの静止画の出来上がり。ハサミマークを左右にスライドして切り出したい画像を選択。サムネイルに画像が保存されます。完了ボタンを押すと、スマートフォン本体に画像が保存されます。注文画面から画像を送信。 DNP の写真プリント機で簡単写真プリント。 Wi-Fi 接続で送信してください。動画の切り出し画像だから、こんな楽しみ方もできる。運動会でのお子様の活躍のシーンや、とびきりの笑顔、なかなか止まってくれないペットのベストショット、そんな動画のとびきりのワンカットにはデジタルプリント。複数カットを並べてコマ送り風やストーリー仕立てを楽しむなら分割プリント。あなたならどんな使い方をする？動画も写真もプリント、 DNP のスマホアプリプレイフォト。